逆にありがちなのが、両方をやろうとするんですよね、かぶってる内容を。ああ、ネクステージをやりながら、例えば予備校で英文法の授業を受けてるみたいな。はい。いや、これ両方やった方が手厚くていいじゃんと思うかもしれないんだけど。みんなも学年が変わってね。そうですね。来年の今頃、第一志望の大学のこう入学式とか、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのか、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね、悩んだこととかあったりしたら、ぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね、受験生の悩みとかね、答えるこの番組は受験相談 SOS。 川先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問は、新高校3年生です、今塾に通ってます。今通ってる塾を最大限使いこなすための勉強方法を教えてください、という質問が届いてます。なるほど。そもそもその塾で何をしてくれてるんだろうなっていうところがね、まずは大事なのは、まあ、普通は集団授業の塾だと思うんで、まあ、授業をしてて、まあ、テキストの解説とかをしてると思うんですけど、もしくは本当に個別指導で学校補習みたいなことやってるかもしれないから、はいはいはい、なんとも言えないんだけど、基本的に竹田塾の考え方っていうのは、塾っていうのは何らかの代わりかサポートをしてくれるところだっていう考え方じゃないですか。そうですね、だから全部自分で独学でやるって全然考えたときに、その追加か代わりに塾がや予備校があると。だから今自分が例えば竹田塾のルートを参考に勉強するって考えたときに、その塾や予備校に通うことでどの部分のサポートがしてもらえるのか、だから例えば文法の講義が毎回あるから、じゃあネクステージは削ってもいいかもなみたいな感じになるとか、そういうことをまず考える必要があると思うんですよね。はい、だから結局その役割ってのがかなり大事かなと思っていて、で、やはりありがちなのが、両方をやろうとするんですよね、かぶってる内容を。ネクステージをやりながら、例えば予備校で英文法の授業を受けてるみたいな。はい、いや、これ両方やった方が手厚くていいじゃんと思うかもしれないんだけど、はい、それだったら片方を仕上げた後に追加でやればいいんですよ。確かに、はい、だって他にもやりたいこといろいろあるはずなんで、だから結局そのこうどっちつかずになるのはあんま良くなくて、やっぱりやる、例えば科目で役割を分けるともいいと思うんですね。そうですね、古文だけここ取ってるから、それ以外の科目は自分でやろうとかでもいいと思うんだけど、結局その全部が全部何でやるかどうやるかっていうのを結構決めとく必要があると思うんですよ。混乱しますね、そうしないと。だからまずは教科で切るでもいいし、教科の中で例えば英文法だけやってんなら英文法だけはこっちに任せるってやつでもいいと思うんだけど、その何のために塾や予備校に行ってどこをサポートしてもらうのかっていうのをはっきりさせて、それ以外の部分はどうやるかっていうのを考えると、まあ、ひょっとしたらそれは予備校とか塾のコマを増やしてフォローするって方向に行くのかもしれないし、それはもう十分でやれってことなのかもしれないから、そうですね、その戦略、自分の受験計画の中でここの部分はこの塾にお願いするっていう戦略をまず立てて、それ以外は自分でしないといけないですから、でその塾に頼るんだったら、その塾の部分をテキストをまず仕上げる、授業をちゃんと復習するっていうところに力を入れてもらえたら、最大限使いこなすための勉強方法になってるんじゃないかなと。そもそも自習するのためだけに塾使っている人とかもいたりはするからね。そうですね、それだったら自習しに行くことが最大利用じゃないのって話もなるから、はい、これはやっぱりその塾に何を求めてるか、予備校に何を求めてるかってことで大きく変わってくるとは思うんで、まずその何のためにどの科目をどうやりたいのかっていうことをちゃんと考えて、それに合わせてそれ以外の部分はじゃあ自分で何やるのかみたいなことを考えて動いていくといいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、まあそうですね、そんな感じですね。はい、今回の動画は以上です。大学対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの竹田塾でもらえます。全国の竹田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの竹田塾にご相談ください。よろしくお願いします。